どうもこんにちは、タイナです。僕は今ですね、高崎駅の方に来ています。高崎駅の新幹線ホームです。本日は新幹線の方に乗っていくんですが、そのね、新幹線の中でね、座席のね、柄がね、とってもね、派手な車両があるんですよね。まあ本日は、そんなね、新幹線の方にね、乗っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ということでね、今回乗っていく例のね、新幹線がやってまいりました。今回乗っていくその、ね、例の新幹線というのはですね、E7W7系新幹線です。見た目はね、そんなに派手なね、見た目ではありません。かっこいいね、新幹線でございます。このね、新幹線は W7 系の方ですね。 E か W かってね、東日本所有か西日本所有かの違いなんですよね。金色と青のライン、かっこよくていいですね。それではね、乗っていきます。これがね、今回紹介していく、派手な座席でございます。結構派手じゃないですか、赤と黒。僕これ結構派手だと思うんですよね。赤と黒ですよ。新幹線の座席に赤と黒ってありますか？ないと思うんですよね、僕この新幹線以外は。はい。でまあこれ新幹線の座席ということだけあって、まあリクライニングもそこそこ倒れます。結構快適ですね。はい。でね、まあ机もありますという感じ。まあ標準の新幹線ですね。快適でございます。ちなみに Wi-Fi もついているんですね。でね、枕はこんな感じで動きます。最近のね、新幹線は枕が動くやつ多いですよね。でね、枕を動かしてて思うんですけど、本当にこの座席派手ですね。赤と黒ですよ。赤と黒の座席ってあります？本当にね、派手ですよ。いやー、さっきからね、机をね、開けて思うんですけど、本当に派手ですよね。机をね、開けると本当に露骨に分かれますからね。でね、この柄ね、なんか見たことあるなと思ったらね、マインクラフトっていうゲームのね、黒色の柄付きテラコッタというブロックがあるんですけど、それにね、似てるなと思いましたね。まあ、柄とかは似てないんですけど、この色とか、感じがなんかすごい雰囲気が似てるなと思いました。模様とかも全然違いますけどね。はい。色は似てるです。色は似てますよね、本当に。でね、全然ね、合わないでしょと思っていたんですが、車内のね、雰囲気とは地味に合っているんですよね。大人の雰囲気というか、この雰囲気が本当にいいですね。おそらくこの赤の色が少し暗い色をしているから、まあ、マッチしているのかなという感じですね。もっと明るかったら多分ね、もう全然違う雰囲気になっていたものと思います。なんか大人の雰囲気がしていいですね。でね、この枕ね、とってもね、柔らかいんですよね。柔らかい枕って本当にいいですよね。頭を置いていて本当にもう快適以外の文字がありません。もうデザインだけではなくてね、この充実性も本当にすごい。しかもコンセントもありますからね。はい。座席が派手ですけどね、コンセントもついてる。すごいですよね、本当に。さすが最新の新幹線といった感じがします。全席にコンセントですからね。コンセントの奪い合いとかもね、特にありません。そして足も伸び伸び、とても快適です。文句のつけようが全くありませんよね。はい。本当に快適、実用性も完璧。まあ、ちょっと派手ですけど、まあ、派手も派手でおしゃれでいいですよね。とても快適。そして新幹線ということでね、とっても速いですね。上越新幹線は最高速度240キロで登っています。いやー、本当に速いですね。で、こんだけ速いんですけどね、ほとんど揺れません。そんなこと言っていたら、もう東北新幹線の方が見えてきました。
東北新幹線が見えたということで、もうすぐ大宮です。やっという間ですよね。もう大宮ですよ。えっていう感じですよね。もう大宮。今回はね、まあ大宮で降りるので、もうすぐね降りるというわけです。ということでね、もう降りるということでね、リクライニングとか戻してね、います。で、リクライニングね、地味に前にスライドしていたんですよね。これちょっとね、面白いですよね。はい。ということでね、荷物がないか確認します。でね、このね、座席本当にね、派手なんですけどね、実用性本当完璧です。皆さんもぜひ乗ってみてください。他の新幹線だとね、まあ灰色とかなんですけどね、この E7W7 系は赤色ですからね、本当にね、派手ですね。まあ、かっこよくていいんですけどね。といったらね、夕日が見えてきました。夕日綺麗ですね。なんかちょっと白飛びしてしまっていますけどね。いやー、あっという間でしたね。さすが新幹線といった感じです。本当に一瞬でしたからね。ということで、大宮に到着です。今回ね、東京まで乗ろうと思ったんですが、東京前に乗るとね、ちょっとお金が高くなってしまうということでね、まあ大宮で降りることにしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方をお願いいたします。それではね、また、次回のね、動画の方でお会いしましょう。またナイス。